クリストファー・ロバート、河本、ブースは、東京都西多摩郡奥多摩町出身の元プロ、野球選手、高校野球指導者。宇と右内。現役時代の登録名は、徳島では、河本・ロバート、新潟では、ロバート・ブース、CPBL では、河本らかしとく、RB。アメリカ人の父グレンと日本人の母の間に生まれた、ハーフ。 ご兄弟の三男で、兄二人と姉と妹がいる。中学までは、サッカー選手で、柏レイソルの育成部門、柏レイソルを埋めでプレーしていた。スポーツ推薦で、八王子実践高等学校商業科入学後に、野球を始め、甲子園の予選で敗退。アジア大学では公式戦成績はわずか一勝に、終わったものの、野球を始めて、わずか数年で、 最高 152km の速球をマークしたことから、その素質は国内球団が早くからマークしていた。大学4年時にプロ志望届を出していたが、2007年のドラフト会議で指名を見送っていただくように話し合いを行い、本人がどちらかを選べる選択肢を残しつつ、最終的に本人がマイナー契約を選択。 2007年12月、ロサンゼルス・ドジャースとマイナー契約。2008年6月、ルーキーリーグのオグデン・ラプターズに入団。2009年4月、A のグレートレイクスルーンズ。2010年4月、アドバのカリフォルニアリーグのインランドエンパイア、シクサーズに昇格。しかし、2011年の開幕前に、請求力を失う、イップスに見舞われ、同年で退団。 2012年4月、新潟アルビレックス BC に練習生として入団した。6月12日、選手契約を結んだ。シーズンを通して、抑えとして27試合に登板し、1勝1敗11、セーブの結果を残した。オフは、オーストラリアのウィンターリーグに参加。2013年4月17日にラミゴ・モンキーズへの移籍が発表された。だが、 同年5月27日解雇され、6月1日に、わずか1ヶ月半で、新潟アルビレックス BC へ復帰した。復帰後は、シーズン終了まで新潟に在籍したが、2013年11月27日に、対談が発表された。2014年シーズンは、四国アイランドリーグプラスの徳島インディゴソックスで、プレー登録名を変更したのは、 プレーする場所の変更に合わせて一新したいと思ったことに加え母親からの要望もあった。30試合に登板、最速 156km もマークし、8勝5敗、3セーブ、防御率はリーグ2位の1.70の成績を上げ、チームの年間総合優勝に貢献した。11月からはコロンビアのウィンターリーグに参加。2015年2月、 契約満了で徳島を退団したことが発表された。その後、横浜 DNA ベイスターズから育成契約で獲得の打診があったものの、誇示して現役を引退。翌2016年2月2日に学生野球資格を回復し、同年からは母校である八王子実践高校でコーチを務め、2019年春のと大会終了後からは監督に就任した。 アメリカ人とのハーフ。当初英語は話せなかったが4年間のアメリカ生活により英語も話せるようになっている。現在は日本国籍を取得しており2013年2月に高校時代の一つ後輩の女性と結婚した。監督を務める八王子実践高校の選手からは親しみを込めてロバートさんと呼ばれており川本は 監督と呼ばれる方が嫌かもしれないですね。監督というだけで距離ができると語る。ありがとうございます。